うわよかった、才能ばい才能。すげえ、これが花火なんですね。うわ、こっちもということで、今日は横田林家さんの横田さんでやってきました、こちら。うわ、今日は富士スピードウェイにやってまいりました。NSR250R も横田さんのマシンと僕のウィンナーズワンがありますが、今日は富士スピードウェイで行われる富士花火 VS 富士スピードウェイというイベントに来ておりますよ。先発の花火が上がるバイカーズパラダイスさんのイベントを楽しんじゃおうかっていう。いや最高ですね、こんな光景見たことないですね。最終コーナーだよね、あれ。ホームストレートで横田さんと出場したあのミニ6時間耐久でも走った本コース、そのコーナーが難しいんで。いやそうですよね、登ってるんですもんね。そして今日はもう大絶景の富士山っていうか、もう天気の良さに驚愕。とんでもない晴天に恵まれて、今日はしかもこの NSR250R でパレードランができるらしいですよ。自分のバイクで不安もやってたような、こういう国際サーキットはコース走れるなんて、つなぎもなしで走れてしまうというとんでもないイベント、今日はこの富士スピードウェイの花火大会の様子をお届けしたいと思います。今日はこちらのバイカーズパラダイスさんにご招待していただきまして、このイベント参加しております。バイカーズパラダイスさんはあの箱根のターンパイクの奥にあります。そこにはオートバイだったりとか、いろいろ設備だったりとかあって、コーヒーだったりとかも飲めますし、試乗車だったりとか、いろんなことができるバイカーズパラダイスさん、皆さん箱根に寄った時はぜひ行かれてみてください。早速ですが、このイベントの様子をお届けしたいと思います。いやー走りましょう、富士スピードウェイを。このウィンナーズワンとこの横田さんのカスタムの NSR、 こうやって見ると圧巻すぎて、あかんですねこれ。早速あれですね、プロのカメラマンがオートバイの写真を撮ってくださるサービスもこの花火大会ではチケットについてますので。事後報告になっちゃうんだろうけど、お得だよね。いやめちゃくちゃお得ですよね。特等席で8000発の花火見れて、富士の本コース走れて、プロのカメラマンに写真撮ってもらえて、いや最高のイベントですよね。毎年やってこうっていう話なんでしょ。そうみたいです ね。動画見て、ああ行けばよかったって思うんだったら来年ですね。お前も来年呼ばれるといいね。いやそうですね、ぜひぜひぜひ呼んでください。早速この写真撮影並んでいきますか。カメラマンさんに撮っていただく撮影並んでおりますが、これはこれデラックスライダーさんの NSR じゃないですか。いつも生放送だったりとかに来てくださるデラックスライダーさん。こちらも横田さんがオーバーホールした NSR になるんですよね。そうだね、これは以前うちでフルオーバーホールさせてもらって、 MC28 でピッカピカだろスマンズ。この景色も最高すぎる。しかもホイールまでですね、ホイール一緒ですね。バイカーズパラダイスさんの加藤さんでいらっしゃいますね。よろしくお願いします。この富士スピードの花火はもう目の前にドーンってなるんで、多分花火が近いと思います。うわすごい、大迫力の花火が今日見られるという。しかもオートバイに乗りながらっていうのがめちゃくちゃいいですね。今年は来れなかった方々もね、ぜひ来年は。ですね、私の動画だったりとか見ていただいて、どんなイベントになってるかっていうのを皆さん見ていただいてですね、いいなと思ったら来ていただきたいですね。よろしくお願いします。今日はよろしくお願いします。加藤さんでいらっしゃいましたね。そしていよいよ私のウィンナーズワンも写真を撮っていただきますよ。お願いします。こんな大設計の富士山と私の NSR がこのようにプロのカメラマンさんに写真を撮っていただいております。こちらの写真はホームページに掲載がされるみたいですね。じゃあ私もまたがって撮りますよ。写真も撮影していただきました。このような感じで仕上がりましたね。とんでもなく綺麗に撮れましたね。この後はいよいよこの NSR で富士スピードウェイの本コースのパレードラン行っちゃいましょう。うひゅー、早速 NSR に火が灯りましたね。すごい、みんなつなぎなしで軽装で乗られてますね。さあ私たちも富士スピードウェイの本コースに、富士スピードウェイのこの敷地内もこうやって走れるのもなかなか珍しいですよね。確かに見て、桜全然咲いてちょっとまだ早かったみたいな、あれあ道みんな間違えちゃったここにはデコドラが大量にありますけど、今朝はこれがコース上走ってたと言ってましたよね。ちょっと見たかったですねすげえデコドラさあ早速こちらから本コースに入っていくんですね。あ、僕らの走行観客がやっぱ見てくださってますね。うわーすげえ、本コースにこんな格好で入ってっておりますよ。
いや広い、パレードランバイバイカーズパラダイスって書いてますよ。僕らがミニ6時間耐久で走った本コースでもありますよね。おーすごい、コース脇には花火。おーこれが花火なんですね。みんなみんな誰もテーブル返してくれないみたいなすごい本コース。僕らがレースしてた時はレースに集中してこんな喋る余裕だったりも全くなかったですが、確かにホームストレートでこんな困ることなんてないですよね。じゃあ停止しちゃいますか。うわこれ富士スピードウェイの本コース、この逆から見てもめちゃくちゃすごいですね。富士のストレート 1.5 キロ、これ 1.5 キロもあるんですね。ここには TZR の 3XV もありますね。富士スピードウェイの本コース上に座っちゃいましたね。こんなことはもう絶対できないですね。ストレートで転べいいね転べば確かにこういうことできますね。あでもそれオーストラリアでやったばっかり。そうなんですよ、こんなことになってますけど俺が金貸してやって買ったジャケットが。そうなんですよ、もうこんな無残な姿に。あやばい、目つぶっちゃうかもしれないですよ僕こんな富士スピードウェイの本コースにオートバイが大集結してますね。せっかくだから逆走したいな。僕らだけ逆走しますか、ええ、危ねえ危ねえ危ねえって避けていく新しいゲームに。あらこの先にはロビンちゃん、めちゃくちゃすごいですねこんな圧巻な景色でこんな撮影ができるなんて、マイカーズパラダイスありがとうさあということで皆さんのオートバイに火が灯りましたね。いよいよ富士スピードウェイの本コースをつなぎなしで走行開始ですね。いよいよ走行開始です。富士スピードウェイ2周耐久計測できねえよお花火こんなところまで敷き詰められてますね。しかもこうやってゆっくり見ると200メートル看板とかこうやってあるんですね。これを横目にちらっと見ちゃダメよ、見たら危ないからね。あ見ずにこう今ここらへんくらいのところでここっていうのを自分で決めてブレーキを開始するような感じですね。ミニバイクだったらもうここまで全開だよ。本当ですか。いや嘘嘘だった。早速1コーナーですね。うおーすげえ NSR で走っておりますよ。うわ気持ちいいですね開けれますね意外と。うわーこれはミニバイクで走ったコースですね。ここのコーナーを 100cc だと全開でいけるっていう風に言われて、あの僕一回全開で行ったらマジ死にかけましたこのコーナーがね全開で行くからそうなんですよ、いやらしいですよね。ここにも花火がありますね。緩やかに全開ですね。うわー気持ちいいですね。富士スピードウェイこんな NSR3 台で、うわーそして富士山が目の前よ、広がって大絶景だ。とんでもない景色見れますねこれ。本当ですね。この立ち上がりだけちょっとギアを低めにしてペーってやると怒られちゃいますね。あらあやばいやばいとんでもない迫力が。わあでも本当意外と回しちゃいますねこれ。さあそしてこっからのコーナーがなかなかタイトなんですよね。スピンがあるからねですね。この減速二輪はスピードが出すぎると危ないので、この試験員テクニカルコースみたいな感じになってます。うわそうそう、ここ 100cc でこんな感じで走りましたね。あのポーズだけでもあのハングをすると気持ちがいいですねこれ。ここからが難しいんだよね。そうですね、登っていくんですよね。ここは全体っていうかな、行ける速度で行ったら立ち上がりでコースがなくなるんだよ。うわー恐ろしい。あこうなっちゃうんですね。ここそうなんですよね。ですねですね、こう行くんですよね。あそうですそうです。でこっから最終コーナーですね。最終コーナーから見える富士山も絶景。ホームストレートでは飛ばせますね。うわうわえ結構スピード出しますねみんな。あ意外と遅かった。おー観客の皆さんが僕らの走行を見守ってますね。ホームストレートでニュートラルに入るっていう面白いあれですね。さあいよいよ2周目も来ましたね。もうここブレーキ痕がとんでもないですね。ところどころあのコース外に飛んでってるのもありますねブレーキ痕が。
うわぁ、景色も絶景で、こんな富士スピードウェイ本コース、自分のオートバイで、しかもつなぎなしで走れちゃう、チケット付き、これ最高ですね。富士スピードウェイの本コースツーリングに来ちゃったみたいな気持ちですね。うわ、ここのコーナーも全開ゼブラまでかすめていっちゃいますね。これデラックスライダーさんも前を走ってますね。 NSR でこんなの走れるの最高ですね。あ、ハグをしてますねこの景色すげー。お、横田さんもハグをしてますねいやでもほんと気持ちいいですね。すげー、この自分の NSR で国際サーキットこうやって走ったこと僕初めてなんですよね。嬉しいですね。そうですよね、筑波サーキットは走ったことありましたが、こんな自由に走れるの最高ですね。あ、アウトまで払んでここインに一気に寄るんですよね、ギュワーンと。うわー気持ちいい。でギャーッと一気に、あー、ここにかすめるんですね。でこのまま立ち上がってってアウト側にこういう感じですね。あ、これで終わりですかね。あ、いやーこれ3周目まで行っちゃうんですね。うわー、横田さんとサイドバイサイドうわー、エネスターあれでホームストレートでブレーキっていう不思議な光景が広がってますね。ツーストサウンド響かせちゃいましたね。もう僕のこの実感チャンバーがですね、サウンドが響き渡っていいですね。そして本来2周だったコースを3周目行ってますね。あ、贅沢すぎますねこれ。でもね、ホームストレート通るのは今が最後。そうですね。いやでもこれぐらいの速度で走っても本コースレベルになるとやっぱりかなり楽しめますね。本当あの、いけるかいけるかいけるかいける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 みたいな、もううわーみたいな、よし前追いつけ追いつけみたいな、えっそうなんですね。そしたらもう次が待ってますからね。だですね。これだってもう僕らこうやって普通に走ってますけど、まだまだコースこんな広いですからね。全部使おうと思ったらとんでもないぐらいの。うまい人だったらここに日が暮れるから。そんなレベルなんですね。この間長嶋さんがやってたじゃん。あははは、全日本でですね。なんだあのローディングはローリングはみたいな。誰だやってるのはみたいな実験言われてましたね。うわー気持ちいい。こんな合法的に NSR で。こんな走りできるの最高すぎますね。やっぱ250ぐらいのクラスだったらこういうコースだと回せますね結構。回せるよ。低速ギアだとかなり、考えたら 100cc で走ってるのとんでもないですね。うわもう膝もすれそうな勢いですねこれ。もうちょっとスピードが乗れば全然すれますね。いいんだよすれば。最終コーナー立ち上がっていよいよチェッカーですか。おお、インに入ったー。早い。おー、2ストロークサウンド響かせちゃいましたね意外と時間が余っている。うわてかもう一周行っちゃうんですねこれ。みんなあれですかね、先導が誰か分からずにあのずっとついてってたら結果何周もしちゃったみたいなおーすごい。あ、後ろにいますね、先導の人が。うわーすごい、気持ちよく飛ばしてますね。いやトヨタが持ち物の国際サーキットをここまで自由に走れるなんて、さらに花火大会がメインのイベントですもんね。すごすぎますね、バイカーズパラダイスさん。1万4000円ぐらいでこれで走れて、で花火も見れて、写真もプロに撮ってもらえて、でしかもコーヒーも無料ですよ。しかも毎年恒例になるかもしれないというイベントですからね。来年は皆さんもこれ走ってみてください。自分のバイクでつなぎなしで膝擦れしてるぞ。 NSR だと意外とここまでこう低速ギアで回しちゃうぐらいの走行ですよ。これパレードランといってもやっぱバイクだと相当贅沢ですね。僕の NSR は今走行距離が9万2000キロですけど、4万5000キロ以上ノーメンテでサーキットとしても全く問題がないっていう。絶対に夢中してるな。
よかった、もう9万2000キロ出ちゃいました僕のマイク。うわー楽しいですね。あ、終わりですね。楽しい時間はあっという間。富士スピードウェイの本コースを4周もしちゃいましたよ。自分のオートバイでこんな走れると最高すぎると、すごい、ありがとうございます。熱あるで気持ちのいい走行ができてしまいました。次はスーパーカーの走行ですかね。あ、でも普通の一般車、え、なにこれ、ロロロロロスロイスがサーキット、すげえ、かっこいい。この台数のオートバイが富士スピードウェイの本コースを贅沢にも走行いたしましたね。ロスマンズの2台と、そして私ウインナーズ1号でも走りましたね。それでは僕らお腹が空きましたんで、屋台だったりとかちょっと見に行ってみますか。売店ではめちゃくちゃお店が出てますよ。ステーキだったりとかもありますね。うまそう、すげー。じゃあタンク塩買いましたよ。いやー、うまそうですね。じゃあすごいの買いましたねそれ。これ何ですか。ニジマスらしい。うまそう。あ、ここの川で。すげえ、売店ではニジマスだったりとか売ってますね。何ですかこれ。これミクリアそばらしい。ミクリアそば、うまそう。ミクリアそばこれですね。うまそう。デラックスライダーさんもミクリアそばにしたんですね。飲みます。うわ、そして僕もミクリアそばしました。りょうさんこれうまいですか。めちゃくちゃうまい。うわー、あ、ちょっとミクリアそばいただいちゃいますよ。うまそう。いただきます。うまー、なんかそばとまた風味が違いますね。めちゃくちゃ美味しい。富士スピードウェイの本コースを走った後はこのように屋台でご飯を食べれるという最高のイベントになってますね。すげえ、これが花火なんですね。今日打ち上がる花火のこんな感じなんですね。一番大きいです。今日上がる大きな花火。ようさん今日花火の打ち上げ師になったんですか。そうだ、これ打ち上げるんだ。あ、これすげえ。これ実際の筒なんですね。ファイヤーワン、あ、あー、そしたらもうポチって押せば、プログラムを作って点火に入れて、危ない、点火しちゃいますよ。これで今日打ち上がるんですね。すごいぞ。実際の花火の尺玉の重さが見れるみたいですよ。どうですか、ヨガツさん。やば、これ上がるの。めっちゃ重いですか。これ点火したらシュポって飛ばないでそこで爆発しそうなんだけど。ちょっと持ってみますね。うわー、重っ。これ持ち上がらないですね。バイカーズパラダイスさんゾーンではこちらクレープも買っちゃいましたよ。うまそう。あら、江口さんも食べてますね。めっちゃうまい。甘い方のクレープだったんですね。バイカーズパラダイスさんゾーンではこういう出店だったりも出ておりますよ。オートバイとかも見ながら、あともうちょっとで花火も点火しそうですね。楽しみですね。さあ、いよいよ花火が開催されるみたいですよ。グランドスタンドにもお客さんめちゃくちゃいるじゃん。あそこいっぱいいますよね。ホームストレートには車が走っておりますね。うわー、すごいすごいすごい。いやー、あー、すごい。うわやべえ、めちゃくちゃすごくないですかこれ。やばいですね。これヨゴツさんの NSR と私の NSR でバックには、うわ自分の愛車と花火をこうやって一緒に見られるイベント、うやべえ。これからどんどん暗くなっていって、もっともっと綺麗になっていきますね。すげえ、うわっ綺麗。こういう時なんて言うんでしたっけ。ああ、そうだ、たまちゃん。僕のたまちゃん。あ、ということで以上で終了になります。嘘です。うわっ
これやばいですね。ほんと綺麗ですね。もうこれ開幕ですけど、とんでもないぐらい綺麗な花火が見れておりますね。こんな空いてる状態で花火なんて見れるってないからね。ないですね。しかもこんなちょっと寒い時期に見る花火っていいですね。すごい。コース上では車の走行だったりも一緒に行われております。車の走行を行いながら花火大会も行われておりますよ。大絶景の花火がめちゃくちゃ上がっていっております。うわーすごすぎるぞ。すげえ。すごい。バイカーズパラダイスのイベントはとんでもないイベントになっておりますね。すごい花火が見れるの。こんなすごい花火がオートバイと一緒に見られるのは最高すぎますよ。ヨウさん、デコドラ走り出しましたね。一番盛り上がっちゃう。すごいですね、ガチでデコドラなってますね。ピントが多い。富士スピードウェイの本コースのデコドラが走っております。信じられないぐらいゆっくり。これサーキット攻められてるでしょうか。日本最大級のデコドラもこのまま走った後に花火が打ち上がるんですね。NSR と一緒に花火を見れておりますよ。バイカーズパラダイスさんの走行会走って写真も撮れて、こんな大絶景の花火を見れるイベント、皆さん2025年は花火大会の会場富士スピードウェイでお待ちしてますよ。来年もぜひぜひ参加されてみてください。これね、現場で見たらとんでもないぐらい感動します。すげえ。ヨネズゲンスさんとのコラボレーション花火ですね。ライブ配信もされてるみたいですよ。うわNSR さんも花火見てますよ。これはすげえ。いよいよグランドフィナーレの花火になります。あーすごすぎる花火が。富士スピードウェイから覗く花火大会、これは最高すぎる花火になっているぞ。うわーすげー。うおーすごいすごいすごい。グランドフィナーレの花火はとんでもない大絶景。やべえ。すげえ。うわ、これやばすぎるぞ。綺麗すぎる。大絶景だ。すごい。すげえ。
いですね。とんでもない花火見れましたね。魂が浮遊している。これは鳥肌立ったね。これやばいですね、最後。今日めちゃくちゃいいイベントになりましたね。ジメジメしてる中ですごい人混みの中、それこそ敷物引いて場所取りしてとかっていう中、こんな広々として目の前で打ち上げだからですね。自分自身のこうやってオートバイとかも見ながら花火見れるの最高すぎましたね。いや大絶景でしたね。バイカーズパラダイスさん来年もやられるって言ってましたね。やれたらいいなって言ったんで、ぜひその時はまた呼んでほしいですね。今日は富士スピードウェイのオンコースを走って絶景の花火皆さんにお届けできましたね。美味しいものも食べれたしでしたね。デコトラも皆さん来年はお待ちしておりますよ。ご視聴ありがとうございました。スマホの方は画面下のボタンから、 PC の方はこちらからチャンネル登録お願いします。はい、みんな登録してくれてありがとう。そして登録しなかったそこの前、今からお前んちに行くからだ。